熱くらいで横になるな。あんたはいつも大げさなんだよ。そう言って、義母は私を無理やり立たせた。さっさと家事をしなさい。ほら、子供が泣いてるよ。生まれたばかりの娘にミルクを与えなきゃ。ああ、もうこんな時間か。スーパーに食材を買いに行かなきゃ。そんなことを思っていると、私はふらっと意識が飛んで倒れてしまった。私は何も。目を覚ますと、義母が必死になって誰かに弁明をしているのが見えた。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して1年が経つ。彼との出会いは大学生の時だった。私たちは軽音サークルで先輩後輩の関係で、彼はベースをしていて私はドラムをしていた。リズム隊といわれる楽器をしていることで、バンドを組んだ時はよく彼と練習室に入り2人で息を合わせるために練習をしていた。彼の方が2歳先輩だったのだが、私にとても優しくしてくれてすごく頼れる先輩だった。実際にライブをした時は息がぴったりで、彼と私が組んだ時はよく周りからも良かったと褒められることが多かった。そして私たちは彼が卒業して、社会人になった時に付き合うことになる。在学中はサークル内で恋愛をしたら、いろいろと大変だと思う部分が大きいと感じていたからだ。それに彼が卒業してしまって会えなくなったら、自然と距離が離れてしまうとも思った。だから、私の方から彼に告白をして付き合うことになった。そして私たちの交際はずっと続いていて、私が会社員になってからは同棲も始めた。彼は大学の頃から一人暮らしをしていたこともあり、自炊がすごい得意だ。また私も料理はそれなりにできていたので、お互いに家事は分担していた。そのおかげでどちらかに多く負担がかかることもなく、二人とも仕事に集中することができた。また彼のご両親との仲も私は悪くなかった。結婚の挨拶の時に会ったが、とても優しくしてくれて私はこのご両親となら仲良くできると思った。のぞみさん、いい名前だね。名前のように綺麗な人だしね。ありがとうございます。マサトのことをどうかよろしく頼むね。こんな綺麗なお嫁さんをもらって幸せ者ね。義両親は笑顔でそんな風に言ってくれて、私はちょっと照れながらもすごく嬉しかった。そして結婚してから定期的に義実家に遊びに行ったのだが、その時も義両親は私によくしてくれた。のぞみさん、あなた料理お上手ね。何も教えることはないわ。ありがとうございます。義母はいつも笑顔でそうやって私を褒めてくれた。だから巷でよく聞く嫁いびりなんていうのは一切なかった。このまま義両親とも良好な関係を築いて幸せな日々を過ごせるとそう思っていた。だが結婚をして1年が経った頃、義父が体調を崩して入院することになった。もともと体が弱く、最近はよく入退院を繰り返していたらしい。そして今回はかなり容態が悪いようで、長期の入院となるそうだ。私と夫はとても心配になり、できる限りお見舞いに行った。義父はその度に笑顔で出迎えてくれて、私たちがお見舞いに来たことを感謝してくれた。いつも本当にありがとう。マサトとのぞみさんが来てくれるだけで、とても幸せな気分になれるよ。入院生活における唯一の楽しみかな。まあ、もう退院はできなさそうだがな。トウさん、そんなこと言わないでくれよ。そうですよ。絶対に体調を良くしてまたお家で暮らせるようにしましょうよ。確かにそうだな。二人に励ましてもらえたから頑張れそうだよ。義父はそうやって笑顔で言っていた。だが実際には自分の命がそこまで長くはないことは分かっていたのだろう。
義父はそれから3ヶ月ほど経った頃、容体が悪化してそのまま亡くなってしまった。私も夫も義父が亡くなり、とても悲しかった。いつも笑顔で私たちを癒してくれていた義父。葬儀でも悲しさでかなり辛かったが、なんとか夫と一緒に手配と準備をして義父の葬儀を行った。義母は喪主だったが、終始泣いていてなかなか大変だった。やはり義母にとっても、義父はかなり大きい存在だったのだろう。そして葬儀が終わり、私と夫は義父の遺品整理などを手伝った。義父は遺産などはきっちり事前にどうするのか決めていたそうで、義母と夫が半分ずつもらうようになっていた。弁護士の方がもらった遺言書を読み上げているのを聞いていると、本当に義父が亡くなってしまったのだなと実感し、また悲しくなった。それからしばらくは、私も夫も元気がなかった。夫婦二人で楽しく生きていこうと決めてはいるものの、身内が亡くなることは相当辛いことだ。そして私たちは義母のことがとても心配だった。義母は義父が亡くなった義実家で、現在一人で住んでいる。一緒に住んでいたパートナーがいなくなって、一人きりになるのはものすごく寂しいはずだ。だから自然と私と夫は義母にできる限り会いに行こうと、休みの日はよく義実家に行った。二人とも来てくれてありがとね。わざわざ休みの日に申し訳ないよ。義母はそうやって私たちの訪問を感謝してくれた。いいんだよ母さん、俺たちが来たくて来てるんだから。そうですよ、何か手伝ってほしいことがあったら何でも言ってくださいね。私たちがそのように定期的に義実家を訪ねたことで、義母は少しずつ元気を取り戻していった。そして私と夫も義母に会いに行くことで元気を取り戻していった。いつまでも落ち込んでばかりもいられない。私たちが笑顔で元気に生きることを義父もきっと望んでいるだろう。そう思い、私と夫は必要以上に悲しむことをやめて前を向き始めた。そして義母もだいぶ立ち直ったようで、最近は笑顔が増えていった。最近では3人で外食に行ったり旅行に行くようにもなった。本来なら夫婦2人で行きたいだろうに、私まで誘ってもらって申し訳ないわ。何言ってるんだよ母さん、遠慮なんてしなくていいから。そうですよ、私たちは家族なんですから。これからもみんなで仲良く楽しい時間を過ごしましょう。二人ともありがとう。あなたたちのおかげでだいぶ立ち直ることができたわ。義母がそうやって言ってくれて私と夫はほっとした。それから夫の仕事が結構忙しくなり、なかなか義実家に行けない日が出てきた。義母もだいぶ元気になったと言っていたし、まあ少しくらい期間が空いてもいいかと思っていた。すると義母から夫に対してこんな連絡が入った。最近は忙しいのかい？なかなかこっちに顔を見せに来ないようだけど。え？夫は義母からそう言われて、義母が寂しがっていると思ったようだ。もしかしたら元気になったと思い込んでいただけで、急に寂しさが襲ったりしているのかもな。夫の発言に私も確かにそうかもと思った。そしてその後、義母からこんな相談を受けた。その、二人がよかったら同居してくれないかい？え、同居。私と夫は義母からの同居のお願いに驚いた。やっぱり、お父さんがいなくなって一人でずっとここで暮らしていると、ふとした時に悲しくなったりするのよ。母さん。やはり義母はまだ完全には立ち直れていないようだった。そのため、私と夫は義母との同居を承諾することに。義母は私たちが承諾するととても喜んでいた。そしてすぐに義実家を売って私たちの家にやってきた。この時は何にも心配していなかったのだが、まさかその後あんなにも義母に悩まされるとは思わなかった。同居生活の最初の方は特に問題はなかった。
共働きの私たちのために、義母は家事を率先してやってくれたので、むしろ助かっていたと思う。夫の仕事がかなり忙しくなって、家事を分担するのも難しくなっていたから、このタイミングで義母が来てくれたのは本当に良かった。楽しく3人で食事もして、幸せな時間を過ごしていた。だがある時から、だんだんと義母が家事をしなくなったのだ。もちろん、義母に家事を強制しているわけではない。だがどんどん家事をしなくなっていったので、私は戸惑ってしまったのだ。そしてある日から全くやらなくなった。ただいま帰りました。お帰りなさい。そう言って、ソファでゴロゴロしている義母。台所を見ると何か用意されている感じもない。お母さん晩ご飯ってどこまで準備しています?何にもしてないけど。え?何よ、文句でもあるの?あ、いや。私は疲れたから、作る気が起きなかったの。だからあなたが作って。はあ。仕事をしているわけでもないのに疲れているというのは、どういうことだろうか。仕方なく私は急いで晩ご飯の準備をする。義母はその間もぐうたらしながらテレビを見ている。まあだいぶ元気になったようだし、昔のように落ち込んでいないだけよかったのかな。そんな風に自分に言い聞かせながら、私は晩ご飯を作った。だが次の日もそのまた次の日も、義母は一切家事をしなかった。さらには部屋がどんどん汚れていくので、私の週末はほとんど掃除で潰れていた。そして義母が家事をしてくれないことに困っていた時、私が妊娠していることが判明。私が妊娠をしていることを夫に報告すると、ものすごく喜んでいた。本当か。やった。俺もついに父親か。これからますます頑張らないとな。二人で大切に育てていきましょう。私も夫が喜ぶ姿を見て嬉しくなった。義母も孫ができることを喜んではいたのだが、かといって妊婦の私を気遣うことはなく、当たり前のように家事を押し付けてきた。さすがに体調が辛い時とかは、私は料理をすることができないので、義母にお願いをした。だが義母は、そんな風に私を頼ってこないでちょうだい、と断ってきたのだ。仕方なく私は出前を取り、晩ご飯代わりにしてもらった。その分高くついてしまうが、義母が作ってくれないので仕方ない。果たして、このまま安全に子供を産むことができるのだろうか。私はとても心配になっていた。しかも最近、夫は出張に駆り出されることが多くなっていた。なかなか近くにいてあげられなくて本当にごめん。母さんとはうまくやれてる。うん。大丈夫だよ。だから気にしないで。そうか。私は夫に気苦労を与えたくなかった。仕事が大変な時に家庭のことでも悩まされるのは辛いだろう。だから私は我慢をすることにした。義母との同居生活はなかなかストレスがたまったが、それでもなんとか耐えて私は無事に赤ちゃんを出産。元気な女の子が生まれた。夫は生まれてきた我が子を抱き上げて感動していた。一生ものの宝だな。ずっと大事にして愛し続けるよ。娘は本当に可愛くてとても愛おしかった。そして私は育休を取って、しばらく娘の子育てに集中した。だが日中に義母と一緒にいるのは、なかなか辛かった。義母は私が子供を産んで、子育てが大変だとしても家事をしなかった。のぞみさん、お昼ご飯まだ。私、お腹ペコペコなんだけど。のぞみさん、何か宅配便が届いてるわよ。義母は家にいるときは全く動こうとしない。そして最近はよくイライラしているのか、私に対しての当たりがきつかった。もう少し早く家事をしてくれないかしら。
ちょっと、子供が泣いててうるさいわよ。早く黙らせて。そうやって怒られるので、私は精神的にかなり参っていた。だが夫は仕事が忙しくて大変そうだったので、私は遠慮して相談ができずにいた。また義母はお茶会に行ってくると言って、毎週3から4回くらいのペースで出かけていたのだが、私としてはむしろ義母が家にいない時が幸福だった。そんな中、ある日事件が起きた。それは夫が出張に行った直後のこと。私はその日は朝から体調があまり良くなかった。だから、なかなか家事が思うようにできていなかったのだが、義母がまたイライラして私を怒ってきたのだ。ちょっと、あんたどんだけどんくさいのよ。そんなにゆっくり家事をしてたら、夜までかかるでしょうが。すいません。ちょっと体調が悪くて。はあ、言い訳しないでちょうだい。義母は私が体調を崩していてもお構いなしで、きつい言葉を言ってきた。だが私はあまりにも体調が悪かったので、熱を測ってみた。するとなんと41度もあったのだ。私はさすがにこれはまずいと思い、一旦布団に入った。だが私が横になってから10分後くらいに、ドタドタと足音が聞こえてきた。そして部屋のドアが開き、義母が私に怒鳴ってきた。ちょっとあんた、何寝てるの？すいません。ですが41度も熱があって。熱くらいで横になるな。いや、でも本当にきついんです。救急車を呼んでもらえませんか？はあ、そんなの必要ないよ。あんたはいつも大げさなんだよ。そう言って義母は私を無理やり立たせた。さっさと家事をしなさい。ほら、子供が泣いてるよ。確かに娘の泣き声が聞こえる。生まれたばかりの娘にミルクを与えなきゃ。ああ、もうこんな時間か。スーパーに食材を買いに行かなきゃ。そんなことを思っていると、私はふらっと意識が飛んで倒れてしまった。その後、どうやら私は病院に運ばれたようだ。私は何も。目を覚ますと、義母が必死になって誰かに弁明をしているのが見えた。ゆっくりと目を開けて義母が話をしている人物を見ると、それは夫だった。そして夫と目が合い、夫は目を見開いて駆け寄ってきた。のぞみ、よかった。マサト。心配したよ。私、どうなってたの？高熱を出して意識を失ったんだ。すぐに救急車を呼んで、それで治療をしてもらった。お母さんが救急車を呼んだの？いや、俺だよ。でもマサトは出張中だったはずじゃ。そのことでさっき母さんとも話してたんだ。俺は母さんがのぞみのことを苦しませてるんじゃないかと思ってたんだ。最近ののぞみの疲れ具合を見ていたらそうとしか思えなくて。マサト。それで実は隠しカメラを設置してたんだ。夫の発言に私も驚いたが、義母も驚いていた。マサト、そんなものを設置してたの？ああ、そして今日は実は出張じゃない。本当の出張は明日からだ。それで俺は家の近くにあるネットカフェで、俺がいない時の二人の様子を観察していたんだ。そしたら案の定、母さんは家事も子育ても何もかものぞみに押し付けていたし、さらにはひどい言葉もぶつけていた。それで途中でのぞみが倒れたのを見て慌てて駆けつけたんだ。さっきも言ったけど、やっぱり母さんがのぞみを追い込んでいたんだな。いや、義母は顔を真っ青にしていた。どうしてあんなにイライラしてのぞみに当たっていたんだ？夫が義母をにらみつけて聞く。義母はついに観念してすべてを話した。その内容は驚くべきものだった。義母は実はもともとギャンブルが好きだったらしいのだが、
義父に辞めるように怒られ、辞めないと離婚とまで言われて、一度は断ち切ることができたらしい。だが義父が亡くなってからなんとなくパチンコに立ち寄ってみたら、そこから一気に歯止めが効かなくなり、それからというものしょっちゅうパチンコに行くようになったそうだ。私にお茶会だと言っていたのは、あれはすべてパチンコだったらしい。パチンコに全神経を使っているから、疲れて家事はしたくなくなるし、負けた日はイライラして私に当たりたくなったそうだ。私と夫はその話を聞いて呆れてしまった。そして夫はある決断をした。もう母さんとは一緒に暮らせない。すぐに荷物をまとめて出て行ってくれ。そう、そんな。マサトに捨てられたら、私は行く場所がないよ。お父さんの遺産だって、もう全部使ってしまったんだから。そんなの自業自得だろ。俺は母さんとは縁を切る。ギャンブルを優先して、俺の大事な妻と子供を危険な目に遭わせるような人とは、親子でも何でもない。母さんが出ていかないなら、あの部屋を解約して俺たちも引っ越す。そう、そんな。義母はショックでその場にうなだれていた。とりあえず、この病室から出て行ってくれない。夫はそうやって、冷たく言い放ち義母を追い出した。ここまで怒っている夫を見るのは初めてだった。だが、私のために怒ってくれたのはとても嬉しかった。夫は義母ではなく私を選んでくれたのだ。その後、結局義母は家を出て行こうとしなかったので、私たちは一旦部屋を解約して私の実家に移り住んだ。そうしないと、義母がどこまでもついてくると思ったからだ。また私の両親に子育てのサポートをしてもらいながら私も仕事に復帰し、それからセキュリティの整った少し高めの家賃のマンションに引っ越しをした。もちろん義母には引っ越し先を教えていないので、突撃される心配もない。夫の元には義母から電話が何度もかかってくるので、着信拒否にしたらしい。だがメールが届いてくるそうで、夫が内容を確認したところ、義母はパートをして働きながら安いアパートに住んでいるらしい。しかしギャンブルがやめられずに、借金を背負ってしまったそうだ。それで助けてほしいというメールが来ているそうだが、もちろん無視をしている。全部自業自得だし、私たちには関係のないことだ。私は私を大事にしてくれる夫と、とても可愛い娘と三人仲良く暮らしながら、幸せで温かい家庭を築いていこうと思う。おい、俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんてできるわけないじゃない。うるさい。お前は俺の指示に従うのが仕事だ。納得ができないならこの家からさっさと出て行け。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私の名前はのぞみ、27歳の専業主婦だ。夫のマサトとは結婚して2年が経つ。私と夫の出会いは仕事関係で、私は会社の受付の仕事をしていた。夫は取引先の営業担当で、よく彼は商談や打ち合わせをしに私がいる会社に来ていた。それでお互いに顔を知っていたので、たまたまバーで見かけた時に向こうも私に気づいて、そこから一緒に飲んで仲良くなったのだ。それからは会社であっても雑談を軽くするようになり、連絡先も交換していたので、休みの日にデートに行くようになった。そして数回ほどデートを重ねた後、彼から告白をされて私たちは付き合うことに。その後、順調に交際を進めて、彼にプロポーズをされて結婚することになったのだ。夫は私よりも3歳年が上で、頼れる大人な男性という感じだった。私は年上が好きで、包容力がある男性が好きだったので、
男らしく引っ張っていってくれるところに惹かれていたのだと思う。私は彼と結婚することになり本当に嬉しかった。大好きな人とずっと一緒にいられるなんて夢のようだったからだ。彼は結婚したら家庭を支えてほしいと言ったので、私は仕事を辞めて専業主婦となった。それからというもの、私は夫のことを支えるために一生懸命に家事を頑張った。毎日部屋を掃除機をかけて拭き掃除もしてピカピカにし、洗濯も風呂掃除もトイレ掃除も時間をかけて汚れを落とした。料理だって晩ご飯は私は1ヶ月毎日メニューを変えて、栄養がありボリュームもある食事を出していた。そしてお弁当も毎朝早くに起きてしっかりと作っている。夫は私がそのように一生懸命に家事を頑張っている姿を見て満足そうにしていた。私が頑張ることで夫の支えになっている。そう思うと力が湧いてきて、また家事を頑張ろうと思えるのだ。結婚してから1年ほどはこんな感じで、家事を頑張り夫とも良好な関係を築けていた。だから夫の本性になかなか気づけなかったのだ。きっと私自身、最初は専業主婦として完璧に家事をこなそうと意識を高く持って頑張っていたことも大きかったと思う。しかし夫に対して不信感を少しずつ抱くような出来事が、結婚して2年目に入ってから起こり始めた。それは私がある日熱を出してしまった日のこと。めったに風邪をひかない私だったが、その時は珍しく風邪をひいてしまい、高熱が出てしまったのだ。私は急いで病院に行き、薬をもらってきたのだが、なかなか熱は下がらず、そして体調もかなり悪かった。だから私は夫に LINE で、高熱が出て晩ご飯を作る元気がないので、外で食べてくるか自分で用意してほしい、と送った。私はそのままとすっと眠りについた。そして数時間後に目が覚めると、時刻は20時を過ぎていた。夫は帰ってるのかなと思い、寝室を出たのだが、今は暗いままだった。まだ仕事をしているのかと思い、一応 LINE を見たが、私のメッセージの既読はついている。了承してくれたってことなのかな。私は夫は仕事が忙しくて返事ができなかっただけで、私のお願いは承諾したと考えることにした。そして少し体力が回復したので、私は自分の分のお粥を作ることに。すると家の鍵が開く音がした。夫が帰ってきたのだと思い、私は玄関へと向かう。ああ、お帰りなさい。残業ではなかったのね。私はそのように話しかけたのだが、夫は機嫌が悪そうだ。なんだよ、元気じゃないか。え、夫はそう言って、ただいまも言わずに家の中へと入った。私は夫の後に続いて居間に行ったのだが、そこで夫は振り返り、私を睨んだ。おい、何作ってんだよ。え、俺の分は作れないとか言っておいて、自分の分だけは作るっていうのか。あ、いや、これはおかゆだよ。私やっと調子が少し回復したから、何か食べておこうと思って。夫が初めて見せる怖い表情にビビりながらも、私は頑張って説明をした。だが夫は私を許してはくれなかった。お前はそうやって俺のことを下に見てるんだろ。そ、そんな。下になんて見てないわよ。LINE を送った時は40度を超えるほどの熱で本当に大変だったんだから。このままじゃ料理を作るのは大変だったから、あらかじめメッセージを送っておいたのよ。言い訳なんてしなくていいんだよ。俺の分を作るのをサボったことには変わりないんだからな。それにそうやって口答えする気力があるなら今すぐ料理を作れ。私は唖然としてしまった。まさかあの優しい夫がこんなことを言うなんて。私は動揺してしまい、言われるがままに夫の食事を準備した。体調が本調子じゃないので、作っている間は本当に具合が悪かった。
せっかく寝て体力が回復してきていたというのに、これじゃあまた午前中の高熱の時と同じ状況じゃないか。私はなんとか料理を作り終えて夫の前に出した。夫は仏頂面で黙々と食事を進めていく。それなら私は少し横になっていようと、ソファーに寝転がりに行こうと食卓から立ち上がった。すると夫は、おい、どこに行くんだよ、と私を呼び止めた。え、ソファーで少し横になっていようかなって思ったの。私がそう言うと夫は箸を置き、ため息をついた。お前は全く嫁としての態度がなっていないな。最初の1年間は奇跡。それともだんだんとお前自身に気の緩みが出てきたっていうのか。え、何のこと。嫁なら普通は旦那が食べ終わるまで向かい合って座って待つものだろうが。え、まったく、お前は本当にダメな嫁だな。ここまでの会話などを見てわかると思うが、夫は明らかに亭主関白だ。最近は特にその亭主関白ぶりがひどい。私は夫がどんなに帰りが遅くなっても夫のことを待っていなくてはいけない。夫は残業があると帰りが22時や23時を過ぎることがある。そんな時間まで食べることができずに待たなきゃいけないのはかなりつらい。しかし先に食事を済ませると夫は今までにないレベルで怒り出すから、私は空腹を我慢しながら夫の帰りを待たなきゃいけない。毎日腹を空かせた状態で待たなければいけないのだ。しかも夫は以前よりも私に厳しくなった。おい、魚はおとといも食べただろう。甘えが出てるんじゃないか。毎日メニューを変えるだけじゃなくジャンルも変えろよな。和食が続くのは許さないぞ。正直こんな風にいろいろと要望を出されると参ってしまう。私は別にあなたの家政婦になったわけではないのに。夫の理不尽な要求には頭を悩ませた。それでも私は頑張って家事をしないと。せっかく愛した人と結婚をしたのだから。この時の私はまだ精神的に未熟だったというか、視野が狭かったと思う。夫と別れてしまったら、私は無職のバツイチの26歳の女になって人生で絶望を味わうしかなくなると思い込んでいた。だから理不尽だと思いながらも耐えるという選択肢しかなかったのだ。その間にも夫は私にいろいろとひどい言葉をぶつけてきた。本当にお前は使えないダメな嫁だよな。俺じゃなかったらお前は結婚なんてできなかっただろうな。結婚してやったんだからもっと嫁としてちゃんとしろ。どうしてこんなことを言われなければいけないのだろうか。夫の心ない言葉の連続に私はかなり精神的に追い込まれていた。そして夫は行き過ぎた亭主関白によって私をものすごく困らせていたことがある。それは私が外出することを許可制にしていたことだ。私は夫に許可を得ないとスーパーに買い物にさえ行けなくなったのだ。お前は目を離すとすぐに俺の金を無駄遣いするからな。夫はある日そんなことを言った。きっと私がご近所さんとお茶会をした時のことを言っているのだろう。だがあれは本当に安く済んだし、別にお茶会に頻繁に出ることなんてない。それでも夫からすると気に入らなかったようだ。というのも夫は私と二人で外を歩いていた時に、私がご近所の奥さんとばったり出会い、奥さんが「この間のケーキがあるカフェよかったわ、教えてくれてありがとう」と言ってくれたことを覚えているのだ。どうせ俺に隠れて高級ホテルでのランチバイキングとかしてるんだろう。私はそんなことはしていないと主張したが、夫は全く信じてくれなかった。だから許可制にして私が外出をしていいか聞かなければいけなくなってしまったのだ。それからは私は夫を刺激しないように外出許可を求めていたのだが、夫はほとんどの私の許可申請を却下した。許可が下りるのはいつもスーパーへの買い物だけ。
休日でのスーパーの買い物は私にとってはその瞬間が至福の時なのだが、なんと最近は毎回夫がついてくるのだ。人手が多い方がいいだろ。俺って本当に優しい旦那だな。なあ、そうだろ。うん。夫の発言はもはや脅迫でしかなかった。私は一刻も早くこの夫から抜け出したいと思うようになった。そんな時だった。私のもとに母から電話が。一体何だろうか。私は慌てた様子で電話に出る。すると母はひどく焦った様子で、お父さんが。と何やらとても動揺している。どうやら父が倒れてしまったらしい。私はすぐにタクシーに乗り込んで病院へと向かった。私と母が病室に到着すると、父は眠っているところだった。医師の話によると脳梗塞だそうだ。今回は発見が早かったから助かったらしく、倒れたまましばらく放置されていたら、もしかしたら命が危なかったかもしれなかったらしい。私も母もヒヤッとはしたが、とりあえず父が無事だということに一安心した。だが私は一つ大事なことを忘れていた。私は夫からの許可を得ずに外出していた。いや、でも今回ばかりは緊急事態だし、おそらく夫も理解を示してくれるだろう。私はそう思ったのだが、どうやら夫はそこまでできた大人じゃなかったようだ。おい、俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。さすがの理不尽さに私もつい反抗してしまう。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんて、できるわけないじゃない。夫は私が言い返してきたことに一瞬たじろいだが、すぐに顔を真っ赤にして言い返してきた。うるさい。お前は俺の指示に従うのが仕事だ。そして夫は驚きの発言をしだした。納得ができないならこの家からさっさと出て行け。この時、私の中で何かが切れる音がした。もうこんな男と結婚生活を続けることなんてできやしない。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私は冷たくそう言って荷物をまとめ始めた。ふん、ここまで言っても反抗してくるとは、本当に頭が悪い女だな。お前の代わりなんてどこにでもいるんだよ。そう言って夫は私が家を出るまでずっと罵声を浴びせてきた。私はなんとか無視をして、その場から立ち去り実家へ。母は私が大きな荷物を持っていたことにびっくりしていたが、事情を聞いてそんな人とはもう別れた方がいいと言ってくれた。私はこのまま離婚になってもいいと思いながら、実家で暮らし始めた。すると実家に引っ越してから1ヶ月ほどが経ってから、夫は鬼のように私に連絡をしてきた。おい、いつになったら帰ってくるんだ。このままじゃ部屋がゴミだらけで、俺はここで寝泊まりできなくなりそうだ。じゃあ自分でゴミをまとめて捨てに行けばいいじゃない。そう、それが俺がゴミを捨てていたら管理人さんに思いっきり注意されたんだ。曜日をちゃんと守って捨てろって。何曜日が何のゴミの日なのかわからないからどうしようもなくて、気づいたらゴミだらけになってしまったんだ。しかもトイレも風呂も臭くて異臭がすごいんだよ。なあ頼むよのぞみ、早く帰ってきてくれ。それは無理よ。なんでだよ。どうして私があなたが貯めたゴミを捨てたり、あなたが汚したものをきれいにしなきゃいけないの。それは嫁なんだから当然だろう。それよ、それ。え、あなたは家のことは嫁が全部やることが当たり前だって思ってるでしょ。そして嫁は夫の言いなりで、夫には逆らえない存在だと思っているでしょ。私はもうそんなあなたの態度にうんざりしてるの。今みたいに
こんな状況になっても根本が変わる様子はないから、あなたとはもう一緒に暮らせないわ。な、何が言いたいんだ。離婚してください。え、離婚。そんな、考え直せよ。俺は離婚なんてしないからな。夫はまさか離婚を切り出されると思っていなかったようで、何度もそうやって抵抗してきた。だが私には切り札があった。あなたがそうやって拒んでも、私は離婚を進めることができるのよ。どういうことだ。私、ある時からあなたのモラハラ発言をずっと録音していたのよ。これをもって弁護士に相談したら、夫有責で離婚できるって言われたわ。だから弁護士を通して離婚を要求し、慰謝料も請求するから。そんな。待ってくれよ。許してくれよ。夫はそう言って懇願してきたが、私は許すことはせずに、あとは弁護士とやり取りして、とだけ伝えて電話を切った。その後、私はなんとか夫と離婚することができ、無事に慰謝料も支払ってもらえた。今は実家で暮らしながら、叔母が紹介してくれた事務の仕事をしている。一方、元夫はというと、モラハラが原因で奥さんに逃げられたということが職場に知れ渡ったそうで、肩身の狭い思いをしているらしい。さらには相変わらず部屋は汚くて荒れ放題だそうで、つい最近、住んでいる部屋を管理会社から追い出されたそうだ。自分では家のことは全くできないのに、よくもまああれだけ威張れたものだなと呆れてしまう。まあ、もう私には関係のないことなのでどうでもいいが。今回は散々な目にあったが、これも人生経験の一つとして、男を見る目を養うことができたと前向きに捉えることにした。とりあえずは目の前の仕事に一生懸命に取り組み、両親との時間を大切にしながら過ごしていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。